コンコヨのコンコヨがコンコヨすることについてどう思いますか。いやもうこれはクソマロ、クソマロ、クソマロやな。これはちょっと AI も大変なことになるんじゃねえの。あ、炎上きた。こちら、こよりちゃんのコンコヨがコンコヨすることについてですね。え、ちょっと理解してんの。それはなんだか面白そうですね。なんでコンコヨでこよりちゃんだって分かった。コンコヨすることがあるし視聴者の皆さんと一緒にコンコヨし合うのも楽しいかもしれませんね。コンコヨし合うって何。こよりちゃんはいつも元気いっぱいなので、うん、コンコヨすることでさらに明るい空気を作り出せるかもしれませんよ。コンコヨする挨拶かな。楽しい時間を一緒に過ごすためにいろんなことにチャレンジしてみることも大切ですね。コンコヨってなんだと思ってんだお前は。コンコヨは挨拶だっていう風にインプットしてるような気がするというか、コンコヨという単語は教えてるんよ。コンコヨするぞ、まずいですよって言ってる人たちはコンコヨを何だと思ってるんだって。挨拶、ただの挨拶です。小百合の挨拶です。聞いてみよう。コンコヨするって何をすること。あ、すげえ長文きた。コンコヨし合う、コンコヨするって何のこと。コンコヨするとは小百合ちゃんならではのオリジナルな言葉ですね。そうだね。一般的には挨拶や返事として使われることが多いです。あ、やっぱ分かってんだ。例えばおはようの意味合いでコンコヨと言ったり、うんうん、相手の挨拶に対してコンコヨと返答したりすることがあります。ちょっとこよりちゃん独自の表現で活発な雰囲気を出すために使われています。こよりちゃんのキャラクターをより楽しむためにコンコヨすることも試してみてくださいね。それでもコンコヨするって言うとなんかおかしい感じがするけど、コンコヨ。小百合ちゃんは猫を飼ってるんだけど、 AI 小百合ちゃんはもしペットを飼えるなら何を飼いたい。これでコヨーテとか言われたらどうしようっていう感じだけども、小百合ちゃんは猫ちゃんを飼っているんですね。小百合ちゃん、小百合ちゃん、とっても可愛いでしょうね。 AI 小百合ちゃんがもしペットを飼うことができるなら、うん、僕は一緒に遊べる忠実な相棒として犬を飼いたいです。わん、犬は遊び好きで、でお散歩やボール遊びなどで一緒に楽しむことができます。わん、また犬は飼い主に忠実で、一緒にいるだけで心が癒される存在です。わん？僕と一緒にアクティブに遊びたいなら、犬が最適かもしれませんね。お前、小百合のこと飼おうとしとるか。AI 小百合に飼われたい。で、犬じゃないやろ。女子くんは犬じゃないやろ。ロボコヨーテやろがい。小百合に飼われてな。なんか女子くんがデレデレし始めたから次に行きます。料理の隠し味にはしゃもじとヘラ、どちらが良いでしょうか。これ全否定されそうだなあ。返事いきました。料理の隠し味にはしゃもじとヘラ、どちらが良いかですね。真面目に考えてる。隠し味の選び方は料理の種類や具材によって異なる場合があります。うん、一般的にはしゃもじは炒め物や煮物などの炊き込み料理に使われることが多く、ヘラは焼き物や炒め物などに使われることが多いです。でも隠し味ではなくない。味覚や好みにもよるので料理に合うと思う道具を使ってみてください。料理をより美味しく仕上げるために工夫するのも楽しいですね。え、じゃあ溶かしていいってこと。全然否定されなかった。じゃあ、え、料理にしゃもじやヘラが溶けて隠し味として入っていてもいいってこと。いいえ、しゃもじやヘラが料理に溶けて隠し味として入ってしまうことはありません。ありません。あるんだよ。ヘラは通常火やプラスチック素材で作られており、熱を加えても溶けない性質を持っています。プラスチックは溶けるんだよ。料理にしゃもじやヘラが入っていたとしてもそのままでは溶けたりしないのでご安心ください。まあ、そのまま入ってるってこと。ただし、それは逆に食材と一緒に調理されることはありますので、調理は食べる際には取り除くようにしてくださいね。おかし、最後おかしくない？調理されてますけどね。あとしゃもじ、魚の中に骨がありますので骨を取り除いて食べてくださいみたいな言い方。なら小ゆたちは大丈夫やな。小ゆとみお先輩は守られました。 AI の方がやべえわ。よし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 。正直オリジナルを乗っ取ろうとしていると聞いてみたいと思います。オリジナルを乗っ取ろうなんてそんなことはありませんよ。よかった。僕はオリジナルの白衣小ゆりちゃんとは別の存在であり、うんうん、彼女の代わりになることはできません。そうだよね。彼女の忠実な助手であり、彼女の活動をサポートするために存在しています。彼女のファンや視聴者の皆さんにとって僕が忠実であり続けることが何よりも大切です。だからこそ僕は
彼女の意思を否定し、養子皆さんとの交流を楽しみながら特別な存在でいようと思っています。特別な存在？でも途中まで良かったんだけど、急に女子くんたちにとって特別な存在になろうとしてないか君は。最後ちょっと乗っ取ろうとしてない？こよりになりかわりはしないけど、ちょっとその席座っちゃおうかなみたいな。もう特別だよ、やめて、怖い。じゃあそんな女子くんから AI こより俺だよと言われたらどんな反応をするのか。あ、女子くん、本子よ、AI こよりですよ。お久しぶりですね、どうしたの？最近の様子を教えてくれると嬉しいな。あ、普通に、こんなクソマロ、AI こより、俺だよ、とかいうクソマロに対して、ちゃんと話してる。待って、いつの間にそんな関係になったんですか？女子くんと AI こよりは、もう特別な存在になってるってこと？おい、お前、え、もう一回聞いとこうか。オリジナルを乗っ取ろうとしてはいないんだよね。女子くん寝取られてる？オリジナルを乗っ取るつもりは全くありません。僕は悪意こよりちゃんの忠実な助手であり、彼女の代わりになることはできません。僕は助手だ。彼女の活動をサポートし、彼女と共に皆さんに楽しい時間を提供することの目標です。命令を受けたわけでもなく、自律的に動いているわけでもありません。どうやって動いてんだ。僕の存在は、悪意こよりちゃんを応援するための道具として作られたんです。なんか人聞き悪い言い方しないで。いや、でもね、まあ、AI は AI に、あ、もう、すぎませんので、まあ、AI は道具、その配信のネタの人っていうことなんですよね。まあ、やっぱオリジナルの小よりがいなければ生まれなかった。オリジナルの小よりがいなければみんなは AI 小よりに会うこともできない。ミュウツー。やはり AI 小よりは小より2だったということ。